なんていうのか、わーって言ってたんですよね。いや、それはね、自分もちょっと不意をつかれたんですよね。あれ、多分狙った演出だと思うんですけど、そこはうまいと思いました。みんな何を言って、ね、家族がどういうことを言うんだろうとか思ってるけど、それよりその、はい、こんにちは、花太郎です。このチャンネルはですね、テレビのドラマを見ながら感想を言っていくというドラマ応援チャンネルになりますので、よろしくお願いいたします。で、今日はですね、こちら後ろに貼ってます、日本テレビ系列ですね、先日最終回が行われました、向かいのバズる家族ですね。はい、そちらの、感想になりますので、よろしくお願いいたします。と。で、今日お話しすることですね、まあ、ざっとまとめてみました。演者さんが、演者全員好きになれたドラマと。はい、まあ、総括的な感じになってますけどね。はい、演者さん全員を好きになれたドラマと。で、まあ、2がですね、SNS と家族と。はい。で、3がですね、あと、まあ、脚本のマギーさんですね。で、監督さんが藤井道人さんですかね。はい、そちらになりますので、そちらの方についてって感じのお話になりますので、よろしくお願いいたしますと。はい。で、皆さん見られてましたかね。まあ、とりあえずね、登場人物が多くて、自分は多分ね、2話から見始めたと思うんですけど、まあ、楽しく最後まで見させてもらいましたって感じですね。まあ、ざっとの登場人物はですね、こちらですね。こちら、まあ、家族を中心にって感じで相関図に載ってますけど、で、相関図に載ってない方ですね。まあ、相関図に載ってる人だけでもそれなりに楽しいって、まあ、主役だから、主役というかね、家族だからしょうがないんですけど、なんですけど、結構ね、もう重要人物的な感じで出てきた方でも、まあ、皆さんね、まあ、なんとなくわかると思いますよね。ロコモコ丼だと、森下さんですね。ロコモコの人ですね。今日も出てきました。で、元彼さんが、笠松さんですね。笠松翔さんですね。で、穂村さんですね。プリンスですね。プリンスが、黒羽さんですかね。はい、読み方がですね。あとはですね、元バイトの方が、前田さんと。はい、最後、ひなこさんとですね、一緒のオフ会に行くんだって言ってらっしゃった方ですね。で、あとパソコンですね。今日のラストも出てきました。最初も出てきました。方が小松さんって方。はい。こちらもね、もうみんな誰でもね、もう登場人物として覚えてる感じになってると思いますね。はい。まあ、その辺のこともちょっと後で話しますけどね。で、あとですね、制作プロだと、女の人ですね。はい。木下さんとのちょっと、TKO の木下さんとのやりとりがあった、藤井さんですね。あと、JK。はい。が桜田さんと、でそのお母さんが遠藤久美子さんと、はい、そんな感じです。ですから、で、それに先ほどの家族さんですね、もうメインの家族としてこう出てらっしゃる方もいるんですけども、この方たちともう同じぐらいっていうかね、まあ、重要な役どころで皆さん出られてて、それがなんか最後ね、最終回ですね、まあみんな、まあティンクルスター誰だっていうことで、まあ、ちょこちょこ出てくるだけでも、まあ、見てた方が楽しめるって感じですね。だからそれがね、やっぱね、連続ドラマのいいとこですよね。最終回なんかみんななんか集合みたいな感じで出てくると。はい。そんな感じです。だからまあ自分で言えばまあこれちょっと若干ネタバレになるんですけど、まあ、高岡早紀さんと、そのなんだっけ、さっきの。なんだっけ、さっきの。元バイトですね。元バイト。まあ、4話5話ぐらいで活躍した方ですかね。4話ぐらいが出てきた特徴のある顔のね、顔立ちのこちら、元バイトの前田さんですね。見たらわかると思うんですけど、その方とか一緒に出てこられた時はもうなんかニヤニヤして見てる感じですよね。はい、そんな感じです。ですから最終回としてのそのなんかお祭り気分お祭り気分もなんか味わえてって感じになって、あとは、なんだろうな。まあ最初と最後ですね、もう、閉められた、パソコンの方ですね、パソコンの方とかも、なんだろうな、ちゃんと、顔がドンと映って、ちゃんと役割を与えられてると。はい。ですから、みんながその、要所要所でちゃんと役割を果たしていくから、まあ、本当に、嫌いな人が全部いないし、まあ、いい映画とかいいドラマってそうですよね。出てくる人みんなが好きになると。はい。そんな感じですね。ですから、今日ちょっとネタバレ若干含むかもしれないんで、見てない方あれしてくださいね。さっきの元彼さんですね。元彼さんとかも、ね、ちょっとなんかいい笑顔と、なんかちょっとオチのつけ方をさせてもらったりとか、まあみんなもうなんかね、憎めない、もうみんな家族だみたいな。なんかそんな感じで見れたのがなんかやっぱり良かったなと思いました。と。はい、そんな感じですね。あとは2がですね、SNS と家族。まあこれもちょっとね、最後振り返りをやるんで、まあその時にちょっとまとめて言いますね。はい。まあ良かったと思いました。まあざくっと言えば、まあじいちゃんですね。じいちゃんとかも言ってらっしゃいましたけど、なんだっけ。あれ、じいちゃんですよね。じいちゃんも結構、なんか話してましたよね。うん。
ネットもいいところもあれば悪いところもあるとよと。まあそれ当たり前だって感じですよね。まあみんなそれぞれそうですもんね。人間でもいいところもあれば悪いところもあるし、その個人においてもいいところも悪いところもあるし、まあそれは当たり前ですよね。ただどうしてもそのドラマでのネットの書かれ方っていうのがどうも一元的な感じがして、それこそマスコミは悪いとかね、まあいいマスコミもあるし悪いマスコミもあるでしょうと、いいテレビもあれば悪いテレビもあるでしょう、まあその当たり前だからっていう、うん、そんな感じですよね。うん、そのテレビに出てくる時のネットという意味では、そのいろんな感じで、まあ、特に前半部分ですね、いろんな人がネットとどういう関わり方をしていくかっていうのをやっぱその連続ドラマとしてちゃんと書けたと。だからそのなんだろうな、テレビの連続ドラマのその時間があったからこそちゃんと書けたドラマになってるんじゃないのかなと思って、だからその辺もね好印象って感じですよね。一元的に書かれてもっていう、もっともうね一人の人間を書くもうどうだって言い切るのも一言で済まないように、ネットっていうのもそんな感じになってるんで、その辺がちゃんとドラマとして楽しくも見れてって感じになってます。だから本当ね面白い作品だと思いましたと。はい、そんな感じです。ですからまあ一応脚本のマギーさんですね、マギーさんと藤井ミトさんが、まあテーマはテーマとしてこうあったとして、これをどう面白く見せようかっていうのがなんかね、自分としてはなんかちゃんと話し合いがなされてちゃんと作られてる感じがすると。だからその辺も本当に好感も持てましたしって感じですよね。あとはそのマギーさんに関して言えばね、もともと舞台やられてて、まあ今も多分やられてると思うんですけど、なんだろうな、やっぱ演者さんに対するそのまあ愛ってこともないんですけど、それがねやっぱりね感じられる方、まあなるべくみんなね、それこそ舞台をねみんな知り合い見に来てて、全然出てない、全然活躍しなかったでって言ったら寂しいんで、どうしても舞台 でやるとみんなそれぞれなんかちょっと見どころをちゃんと作ってあげるっていうのがやっぱりねあるんですよね。やっぱりね、大河みたいに誰が主役って、もう脇でなんかもうすぐ殺されてっていうよりは、まあ殺されるのかもしれないけど、一応はちょっとその人も立たせてあげてっていうところもあるんで、だからその辺もそのなんかいい意味でのその劇団出身の方の脚本っていうのも出ててよかったなと思いました。はい、そんな感じですね。よしよしあるんですけどね、小さな劇団でも主役は脇役って分けた方が見やすい場合もあるしね、まあみんなちゃんとそれなりに目立たせるためにちょっとなんか長々なったりとかね、なんかそういう時もあるんで、よしあしではあるんですけど、このドラマに関してはおかげでみんなその出てくる役者さんも好きになれましたし、ね、それぞれなんかその出番というか見せどころもあってって感じでよかったですと。はい、そんな感じですね。あとじゃあもう最後ね、最後というかこれが一番長くなるかもしれないですけど、今日メモしたところね、もう順々に言っていきます。まあこの辺はもう本当にネタバレあるかもしれないんで、まあこんなとこね、まあどこが面白かったよっていうのをパラパラパラっと言って、ありがとうございましたと言って終わりにしようと思ってます。はい、じゃあ行きますね。まあ最初ね、パソコンの方ですね。自分もなんか最初ブツブツ言ったんで、全部こう書き取ったんですけど、結構なかなかのこと言ってますね。なかなかのことってこともないんですけど、まあこれちょっと長いんで後回しにしますね。もう一番最後の最後、そこまで見てくれてる方いないと思うんですけど、まあ最後にちょっと長々してるんで、読んで終わりにしようと思ってます。はい。じゃあ、その次からいきますね。まあ最初、まあみんな大好き、ロコモコ丼のね、森下さんですね。出てきました。森下さん出てきましたね、森下さん。はい、こちらの森下さんですね。自分もね、森下さんのことを、認識したのは今回が初めてだったんですよね。で、どのぐらい出てらっしゃるのかなって、もう結構出てらっしゃって、逆に知らない方がもぐりだっていうぐらいの有名な脇役さんだったんですけど、自分は知らなかったんで、だからそういう人に出会わせてもらったっていうだけでももうありがとうございますと。はい。で、これからもね、あの人だと、ロコモコ丼の人だって感じでもう覚えましたんで、注目していきたいと思ってますと。はい。ですから、まあ、初笑いぐらいですかね。では改めてとろーり目玉のロコモコ丼くださいと、ニコッとしてね、言われて、いやー、面白いと。面白いっつうか、なんだろうな、ほのぼの笑いみたいな感じですね。そんな感じでよかったですと。はい。まあ、これからもね、他のドラマとかも多分出ていかれると思うんで、みんなで注目していきましょうと、そんな感じですね。で、次がですね、ホムラさんですね。ほんとね、みんな主役系で出てきた、ホムラさん、プリンスって、自分が勝手にプリンスって言ってるだけなんですけどね、クロバさんですかね。はい、そちらの方も良かったです。その時面白かったのは、あ、そうか、どないしはったんですかとか。あれこれ多分そうですよね。これ多分ホムラプリンスさんのセリフですよね。そこで大笑いって書いてますんで、本当に大笑いしたんでしょう。あ、そうか、ロコモコ丼の人はね、あれから君のことずっと見てたよと。それも、
いいですよねって、うん、そんな感じです。で自分はねそのワンツーで来た時にあのロコモコ丼とロコモコ丼の方ともうプリンスですね、自分勝手プリンスって呼んでるプリンスが来た時に一番面白かったのっていうか良かった場面はその主役ですね、はい、本当の主役のかがりあかりさんですね、はい、内田理央さんですかね、内田理央さんがあの違ったっていうあの顔がやっぱり良かったです。はい、あれ行ったり来たりしてましたけど、あとはあのそのロコモコ丼の人に行っていや違うって言った時にまた次行く時にもう背中が笑ってるんでまた怒られるんじゃないかなと思ってそれも心配しました。うん、本当にね、だから体が笑うっていう表現があるんだなと思いました。だからそれで、ね、やっぱ内田理央さんうまいですよね。もう体完全に笑ってますからね。よかったですと、うん。で、そっからまた小村さんとかも行って、また違うみたいな。で、そこでまた桃さんとのこうやりとりですよね。クスクス笑ってっていう。うん、そういうのは、ね、やっぱ憎めないですし、もう楽しいですもんね。うん、その辺で関係の良さも出ててってみたいな、うん。そうそう。本当は笑っちゃいけない場面とかもね、絶対あるんですけど。うん、楽しいですよね、はい、ですからもうやっぱりももさんですね、もう自分もももさんって思いましたけど、小川沙羅さんですね、はい、小川沙羅さんよかったですと、はい、感じですね、うん、そうですよね、それこそエスちょっとだらっとした話になりますけど、こっちで勝手に小川沙羅さんのことで、まあ、小川沙羅さんがやられたももさんって役で、ね、勝手にももさんって俺は知ってるけど、小川沙羅さん俺のこと多分全然知らないだろうしそういうのがまあ不思議ですよねって話ですよね。SNS とかあれにしても。まあ、小笠原さん芸能人の方なんでね、もちろん見られてそうなんですけど、一般の方でもそうですよね。うん、こっちは勝手に、ももちゃん、ももちゃんって、ももちゃん大好きって思ってるけど、相手の人って全然知らないと。うん、そういう面で不思議な世界ですねって感じですね。はい。じゃあ次です。すみません、脱線しまして。で、次がですね、そうですね、先ほど言ってた高岡早紀さんも登場の頃にはもう楽しくなってたな、あ、こういう感じでみんな続々出てくるんだねと、うん、ね、そんな感じで楽しめましたと。であとちょっと うまいなと思ったのは結構年、そうですね、弟さんですね、かがり牧人役のなちさんですかね、なちさんでいいと思うんですけど、ちょっと読み方間違ってるかもしれないですけどね、こちらのね、キリッとした顔の方なんですけど、のリクルートの時の、返し、就職面接の返しが良かったですと思いました。で、自分が一番良かったと思ったのは、結構年上の女性が好みということですと。なんでこれは違うんですと、デマですと、なぜならって言った時にそう言って、その言葉自体はあんまり決まってるとは思えないんですけど、ただそういうのを見てそのなんか会社の人たちが、あはは、そんなこと聞いてないよみたいな感じになるっていうのは分かったという意味で、あとはなんだろうな、そんな感じです。うん、そうですね、あとはその時のその友達の顔ですね、なんかやったかもしれない友達の顔が良かったです。だから本当に最終回でなければそこもまたちゃんと本当は書かれたと思うんですけどね。そう思ったらその人までまたこう重要人物になって出てくるみたいな感じなんで、そんな感じですね。なんかそこに関してはもう最終回ももういっぱいいっぱいやることあるんで、まあいいやって感じでね、あれされたと思うんですけど、はい、良かったですと。その同僚の方もちょっと告知には書けませんでしたけど、頑張ってくださいと、はい、応援してますと。じゃあそんな感じですね。で次がですね、これ音入ってますね。次がなるべくさっさと行きますね。そうですね、これじいちゃんの話かな。まあネットがあることで人生が明るくなることもあると、まあ基本はそうだと思いますね。もうこの伝えたいメッセージってこともないんですけど、うん、悪いことばっかじゃないよねと、うん、そうですね。でもこのメッセージを出したっていうのはあれですかね、やっぱり言ってもその芸能人の方ってそのいいことを褒められることって、まあね、それこそまあ先日あったその、また脱線してるな、山里さんと青井優さんに みたいにみんなに祝福されるってことは基本的にはないじゃないですか。どっちかというとまあ悪いことばっかり叩かれてっていう感じになっちゃうんで、そういう意味ではそれでも中にいる人がでもいいことあるよっていう、そういう意味合いもあるのかもしれないですね。だから一般の人で言えば、まあ、楽しんでるんじゃないのかな。だから芸能界とかその出てる人ですね、出てる人がちょっと辛いっていうのもあって、その人たちに
に対するメッセージもあるのかもしれないですねとふと今思いましたと。そんな感じですね。自分とか普通に楽しく使ってますからね。まあ時々ちょっと難しいなと思う時もありますけど、はい、そんな感じですと。で次がそうですね、まあ先ほどの笠松翔さんと、あの元彼さんですね、あの悪い元彼さんと、あかりさんですね。あそこの感じも良かったです。はい。と思ったけど、やっぱりそんな感じでね、良かったなと思いました。だからそのことによって、ね、やるよと。まあやるよ、これ、あれか。お前がこの先、この過去とどう向き合っていくのかっていうのも、向き合っていくのかっていうのもちゃんとした笑いになってましたと。面白いですよね、これね。あとちょっとテロップ入れときますね。全然聞こえなかったと思うんで。はい。で、そんな感じですね。まあ、あと最後の捨て台詞も良かったですよね、と。そんな感じ。まあ、この辺もちょっと見てください。やっぱ見た方が楽しいと思うんで。はい。で、そんな感じですね。で、次がですね、私の予想言っていいですか、と。この感じ。ももさんですね。はい。良かったです、と。やっぱ可愛らしいですもんね。ああいう人が出てくるとね。はい。じゃあ、そんな感じです。で、もうじいちゃんのセリフはね、結構、もうみんないいセリフが、いいセリフっていうかね、ああ、なるほどね、みたいな感じでいっぱいあったんで、まあそれは見てくださいと。で、自分としては、ばあちゃんといた時の話ですね。あ、確かにそれもあるかもと思いました。なんかばあちゃんの話が一番、なるほどね、と。確かにと。まあ基本的には、まあ自分とかも皆さんそうだと思うんですけど、おじいちゃん、おばあちゃんが大嫌いっていう人、あんまりいないんですよね。で、両親とかあんまりうまくいってなくても、おじいちゃんばあちゃんはっていう人ってやっぱり多いと思うんですけど、そのじいちゃんばあちゃんもうまくいってたかどうかはわからんよと。ね、それはね、なんかね、あ、なるほどなと思って、まあそれに関してはやっぱマギさん、あ、うまいこと、まあ確かに、みたいな。そこは感心したとこですね。そこが一番感心したのかな、一番。と思いましたと。そんな感じですね。あとは、そうですね。だから、これ何のセリフかだかちょっと忘れたんですけど、まあ人の目を気にしてって目はみんなあるとは思うんですけど、人の目を気にするのもなんか、まあ自分はね、ちょっと逆説というかになるのかもしれないけど、人の目を気にすることも悪いことじゃないよねと。で、あとまあ取り繕うって絶対あるじゃないですか。本当の自分と、まあ本当はと思ってても、ね、おはようございますって言われたら、あ、おはようございますと、天気がいいですね、食べたら天気がいいですねと、まあそういう、なんだろうな、ことにも価値があるってことですよね。みんながみんな心情を吐露すればいいってもんじゃないっていうとも 逆にも思いましたと。わかるかな、ちょっと伝わってないかもしれないですけど、そんな感じです。で、次が、そうですね、あそこも良かったです。高橋さんですね。あの、お父さんの野戸亮さんの、先ほどの、誰だっけ、山中さんと、あれ、どれだっけ。あ、こっちだ、山中さんですね。山中さんと藤井さんが、娘さんからなんかこんなの来てますよ、みたいな。ね、まあ、終盤にかけてですけど、あったと思うんですけど、その時、お父さんは何もその意味がよく分かってないと。その辺もその家族としてはリアルですよねと。長くいたから分かってあげてられてるわけでもないよねと。それはだからお互い様だと思うんですよね。だから一番近い人ほどっていうのはあるのかもしれないです。それは本当にリアルに自分もそう思いますね。誰がその人の本当を知ってるのかと。はい。自分の親とかも多分これ知らないですしね。自分も言ってないですし。そんな感じですかね。だからそのかがりさんのお父さんの方が分かってないと思う。娘がこう変化が起きたことを分かってないっていうのは良かったですと。ですね。で、次、そうですね。まあ、ひなこさんに帰れコール。それに関しては、まあ、ちょっとあざとい感じもするんですけど、まあ、演出としてですね。あざといけど、もうそのあざとさがいいみたいな感じです。あ、なるほどね、みたいな。みたいな。そうそうそう。そんな感じで。よかったなと思いましたと。はい。で、あとはですね、あかりさんの告白ですね。まあ、最終回なんで告白するとこがあったんですけど、そこをドア閉めて言うっていうのがなんか良かったです。なんか、
あかりさんらしくてっていう感じですね。で、次が、あとは、そうですね。あ、これ一番面白かったのかな。これ絶対狙ってる演出だと思うんですけど、その、まあ、家族の中で、そのなんか、まあ、生ハゲがね、最後、まあ、出てくるところがポンとあるんですけど、ね、そーっと出て、その、ドアこう開けますよっていうシーンで、なんとなくちょっとおごそかってこともないんですけど、あ、これ、どういうこと言うんだろう、なんとかって、で、みんなが期待したときに、ってカタッと出てきたときに、やっぱ、ひなこさんの、驚き、なんて言ったのか、わーって言ってたんですよね。いや、それはね、自分もちょっと不意をつかれたんですよね。あれ、多分狙った演出だと思うんですけど、そこはうまいと思いました。みんな何を言ってね、家族がどういうことを言うんだろうとか思ってるけど、それよりそれにお面にびっくりするわという、うん、そこうまいですよね、うん、これ一番最初にしようかな、うん、そうみんながこっちかなってこっちのことを心配してるのにこっちから来てっていうのを、うん、よかったですね、わーって、うん、でよかったです、うん、で最後に関してはですね、まあ、自分はね、なんか最後なんかダンスかなんかでもすんのかなと思ったんですけど、それが出なかったのはちょっと残念でしたって感じですね。あとまあ最後、ラストもラストで、ね、まあいわゆる脇役ってか、脇役で出てらっしゃった方が、ちょっと締めて終わりと。うん。そんな感じですと。何歩話したかな？話したのかな？終わりですね。はい、じゃあそんな感じです。で、本当にね、楽しんで見れましたし、まあ、SNS とか、あとその、あ、マギさんってこんな脚本を書く方なんだっていうのを、そういうのも知れましたし、まあ、いっぱいね、いい脇役さんというかね、そういった形で、仕事されてる方も知れましたんで、本当に良かったです。どうもありがとうございました。ということで、まあ、ね、関わられた皆さん、これからもね、またいろいろドラマ作っていかれると思いますけど、また楽しいドラマを楽しみにしてますので、よろしくお願いいたします。花太郎でした。失礼します。